ラフレ埼玉観光の宿は、日本郵政株式会社が運営する旅館、ホテル。郵政民営化が行われる以前は、簡易生命保険法第101条に基づき、設置された簡易保険加入者のみを対象としたものであった。また、そのために宿泊施設として利用が可能な保養施設、老人福祉施設という福祉施設の位置づけであった。 2007年10月1日の郵政民営化に、際しては、同趣旨で設置された U ポートとともに、漢ンポ生命保険ではなく、正式に、日本郵政株式会社が運営する旅館、ホテルとなった。メルパルクとともに、旅館業法に基づいて、都道府県知事の許可を受けた上で運営しており、簡易保険の加入の遺憾を問わず利用可能となった。ポの宿は、郵政民営化以前は愛称であり、 正式には、雇用センターや、加入者ホームが正式名称であったが、民営化時に、官保の宿が正式名称になった。2019年5月13日、日本郵政は、官保の宿11箇所を12月20日に、営業終了すると発表。順次閉鎖や譲渡を進める。官保の宿をめぐっては、立地が悪く利用客の減少や、施設の老朽化などで、 会計検査院から事業の見直しを求められていた。5月30日、官報の宿日南についても12月20日に営業終了を発表。9月24日、3店舗の閉鎖を発表。残りの施設数は38カ所だが、これらはまだ営業を続けている。郵政民営構えは通常の宿泊施設とは異なり、簡易保険の加入者の利用が優先された。 簡易保険加入者として宿泊するときには、簡易保険加入者であることの証明が必要だった。簡易保険非加入者でも申し込み可能だったが、利用時には加算料金が上乗せされた。郵政省、郵政事業庁時代は、郵便局で予約をすることも可能だった。郵政民営化後は、通常のホテルとなったため、施設への直接予約のほか一部旅行会社からの 予約も可能となり、簡易保険の加入の証明などは不要になった。宿泊料金は従来の加入者料金の水準を維持している。は2019年12月20日をもって営業終了する施設。丸は以降営業終了する店舗。北海道東北関東漢方の宿朝日中部近畿。中国、四国、九州漢方の宿事業は黒字施設が11施設のみで、 財務会計上は事業全体で毎年年間40億の赤字を計上していることから2012年9月までの期間は業務として廃止、売却を行うことが日本郵政株式会社法において義務付けられている。そのため日本郵政は2008年12月26日2009年4月に漢方の宿全施設を一括でオリックス不動産に 約109億円で売却することを発表した。しかし一括売却先が郵政民営化を検討した当時の総合規制改革会議議長だった宮内義彦が最高経営責任者を務めるオリックスグループの企業であったことから鳩山国夫総務大臣がオリックスは立派な会社だが上渡に国民が納得するか、出来ースと受け取られかねない。 率直にまずいと思うと売却の前提となる日本郵政の会社分割についての総務大臣認可に極めて慎重な姿勢を示した。鳩山総務大臣が日本郵政に提出を求めた入札に関する資料を総務省が調査した結果、日本郵政が一括入札とした手続きについて以下の問題点を指摘した。以上の経緯もあり、もともとオリックス不動産に 有利な取り計らいがなされていたのではないかとの疑念が生じており、日本郵政の西川義文社長は、漢方の宿のオリックス不動産への一括、売却断念を表明している。今後については、鳩山総務大臣が、資産の譲渡期限の見直しや地元への施設ごとの売却を視野に入れて、再検討を行うことを表明するなど、今後の売却手続きには、うよ曲折が見られる。 その後、鳩山大臣公鉄により、西川区内ラインに優勢となっているが、このことにより、麻生内閣は、支持率を再度急降下させている。2009年9月までに実施される総選挙の行方次第では白紙に戻る可能性も民主党などが国会で発言をしている。2009年5月29日、日本郵政が設置した、 不動産売却等に関する第三者検討委員会はこの問題についての報告書を提出し、費用性よりも市場性や収益性に重きを置いて、官邸評価額が表情をされておりだと、上渡価格は、オリックス不動産の評価額が最高額であり、これが市場評価と結論付けた。2011年3月、民主党より、西川原の特別配任未遂で告発を受けた。 東京地検特捜部は売却条件に最も近い条件を提示したのがオリックス不動産で任務に反したとは言えないとして権威なしの判断を下した。優勢民営化に先立ち一部において統廃合が行われた。民営化後、ありがとうございます。